はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサクサクやっていきましょうということで、アップデート来ていますので、アップデート見ていきたいと思います。いや、ここに来てまたクラブ染めで、パリサンジェルマン、まさかでしたね。はい、それでは行きましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。アイテム追加されております。まああれですね、黒ビブスが交換できるやつがまた新しくなっているというところで、皆さん見てください。はい、では今回サクサクっといきたいと思います。ワールドツアー来ております。ヨーロッパですね。ポチャッチーノということで、ネーミングセンス、どうなんだろうと思いますが、ポチェッティーノ監督ですね。パリサンジェルマン染めがついに来たということで、まあ、去年の年末ぐらいだったかな、パリサンジェルマン染め来るぞっていうことを僕もお話ししてたと思いますが、まあ、ずっと来ないんで、もうちょっと、国染めの流れになったし、どうなんだろうと思っていたところで、ついにここで登場という感じでございますね。はい、でまず監督とアクセサリーですね。で今回、花の都の新アクセサリーと欧州選抜と青蛇来てますので、欧州選抜と青蛇は復刻ですので、これは各自、見ていただければいいかなというふうに思います。花の都見ていきたいと思います。はい、花の都の、こちらアクセサリーめちゃくちゃ優秀です。何が優秀か、着用条件がなんと WG ということで、ウイングですので、今まではですね、右のウイング、左のウイング、必ずどちらかっていう風に指定されていた金のアクセサリーなんですが、今回はですね、右も左も両方使えるということで、これはめちゃくちゃありがたいですね。しかもですね、この3つを揃えると、流水というアクセサリーのコンボが発動します。なんとドリブル、トラップ、チューアップ、めちゃくちゃ強いですね。もう既存の右ウイング、左ウイングの金アクセサリー全部廃盤っていう感じですね。もう全部こっちの、花の都に切り替えてもらっていいんじゃないかなというふうに思うぐらい、これめちゃくちゃ強いです。さらに、着用条件がウイングで、ユニフォーム見ていきましょう。効果、エリア内仕掛け意識ショーアップ、嬉しいですね。ウイング切り込んでってくれれば、切り込んでいただくほど、決定機が増えますので、これは素晴らしい効果ですね。効果サブ、トラップスキル発動率ショーアップ、これも嬉しいですね。ウイングに、アグトラ、プリトラ、マーベラストラップつけてること多いと思いますので、これめちゃくちゃ嬉しいです。続いてパンツ、ドリブル意識ショーアップ、嬉しいですね。ウイング絶対的にドリブルできる選手ばかり置いてると思いますし、優秀なドリブルスキルもつけてることが多いと思いますので、ドリブル意識ショーアップめちゃくちゃ嬉しいです。効果サブ、シュートスキル発動率ショーアップ、これも嬉しいですね。ウイング、ほぼ全てのウイングの選手が、シュートスキルつけてるはずですので、この発動率がショーアップするということで、これも嬉しいです。さらにミサンガですね、効果シュート意識ショーアップ、これも嬉しいですね。ウイングの選手、大体の、ウイングの選手は決定力高い選手がいると思います。お前が打てば入るのにっていう時に、わざわざ切り返したり中にボールを上げたりとか、っていうことよりも、もうとにかくシュートバフの監督になってきている今、シュート意識ショーアップ、これすごく強いと思います。効果サブ、ドリブルスキル発動率ショーアップ、これも嬉しいですね。まあほぼ間違いなくウイングの選手ドリブルスキルつけてると思います、ついてると思いますので、これが発動率が上がるっていうのはすごく嬉しいですね。はい、で、コンボ効果流水ですね。素晴らしい、完璧なウイングのアクセサリー登場という感じでございますので、現状ですね、右も左もこれ全て置き換えていいんじゃないかなというふうに思いますので、ガチ勢超全力でこれはいくんじゃないかなというふうに思います。またまあ最近ウイング復活してきてますよね。一時期センターフォワードばっかりの時代がありましたが、またウイングが復活してきてますので、これは非常に優秀なアクセサリーですので、全力で取っていくことをお勧めします。はい、さあ来ました、ポチャッチーノ。なんか嫌なんで、ポチェッティーノって言わせてください。はい、ポチェッティーノ監督来てます。めちゃくちゃ強いですね。中央突破、まさかの中央突破ですね。順番で言うとカウンターかなというふうに思ったんですが、中央突破ということで、ポゼッションをあれだけ出した後に、そのポゼッションをぶっ殺す中央を出してくるっていうね、ちょっとそれは早いんじゃないというふうに思いましたけども、まあ、確かに、ガチ勢からしても実はめちゃくちゃ嬉しいです。多分ガチ勢、が欲しがってる監督って今中央の監督だったんで、やはり SWCC であれだけのガチガチのポゼッションを出されたら、ダイヤのポゼッションなんて本当にきつかったんで、今の中央の監督だったら本当にきつかった、っていうところで、このポチャッチーノ監督出してくれたのは非常に嬉しいですし、まあ、このタイミング、ダイヤモンド勢だけじゃなく、プラチナ、ゴールド、まあ、全ての監督が、全てのオーナーがですね、間違いなくポチェッティーノに乗り換えていくんじゃないかなというふうに思います。
はい、中見ていきましょう。まあ、4-2-1-3 ということで、まあ、4バックダブルボランチトップ下、それからセンターフォワードに右左のウィングっていう形になっております。こっち見た方がいいか、はい、っていう感じですので、まあ比較的この坂津区ではですね、安定の強さを誇る、4-3-3 のボランチ2枚という形ですね。これも普通に昔からこれが一番安定して一番強いというフォーメーションになっていますので、もう十分強いですね。でプレースタイル、カットインダイナモ組み立てサイドバックハードマーカー守護神ということで、まあカットインが難しいかなというところ、あと組み立てサイドバック、まあその辺が難しいかなというところで、それ以外のところは、既存の選手でなんとかなるもんじゃないかなというふうに思いますね。でコンボ効果やはり来ましたね、シュートバフ。まあ今後当分は全部の監督にシュートバフがついて回ってくると思います。4戦術全部シュートバフ監督が一旦は出てくるということは、まあほぼ間違いないかなというふうに思いますね。いつもの流れです。全選手のシュートパス、オフェンス2個つきました。でタックルマークディフェンス2個つきました。素晴らしいセービングっていうね、いやまあ強すぎるところをセービングで削ってきたかっていうところはありますが、まあ、それにしても中央突破最強なのは間違いないかなというふうに思います。でセービングがついているので、まあ、この監督最終予選兼、決勝トーナメントと、まあ、両方で活躍する監督で間違いないかなというふうに思いますね。次回の SWCC の優勝チャンピオンはおそらくこの監督になるんじゃないかなというふうにも思いますね。はい、でスタメンにパリサンジェルマン選手、パリ FC の選手1人頭 2% ずつで最大 102% まで強化されるということでございますので、まあ、11人揃えたら 102% ということですね。はい、まあ、現状 あのパリサンジェルマンの人数でいうと、星5で揃えようと思ったら、なかなかというか、まあ、不可能ですね、11人集めるのは、なんで、まあ、あのリリースもしてないのに、っていうところはありますが、まあ、追撃が来るのかなっていうところはありますね。はいはい、でアビリティ見ていきますと、戦術指導レベル4に消耗戦指導レベル1、まあ、戦術指導レベル4いいですね、極大アップってやつですね。でまあそのポゼション相手なんで、まあ、今十分強い、十分強いというかもうめちゃくちゃ強いポゼッション あのブラジル染めに対して極大アップで戦えるっていうだけでもかなり、いいかなというふうに思いますし、あとは消耗戦指導ついててディフェンス強化指導回でオフェンスバリエーションで、オフェンス強化指導会はありません。これはザガリオ監督、ポゼッションのブラジル染めと同じですね。つけたら強すぎるというところでしょう。はい。で、堅守の戦術対策指導ついております。これ何かっていうと、相手監督が、これはですね、あの要は自分がですね、フリー戦術だった時ですね。なんで、中央突破の監督なので、カウンターですね。カウンター。で、相手監督がカウンターだった時に、本来だったらこっちが、フリー戦術になるんですけど、それをですね、監督レベルが同レベルもしくは、自分の方が高いときは、特大ダウンするというものですね。はい、で現状ですね、この監督も最大レベルになっておりますので、レベル6の監督ですね、得意度が。なので戦術得意度レベル6の最大の監督ですので、ほぼ全てのカウンターの監督に対して、この堅守の戦術対策指導が効いてくるということですね。で SWCC 等の決勝トーナメント以外でですね、フリー戦術でわざわざこっちが戦っていくことはないと思いますので、堅守の戦術対策指導っていうのは決勝トーナメントで対カウンターでこちらがフリー戦術になっちゃった時に、相手のその得意度を特大ダウンさせてくれるというところ。なのでこの堅守の戦術対策指導がついているという点から見てもですね、この監督さらにはセービングもついているということからしても、まあ、かなり決勝トーナメントも強い監督かなというふうに思います。で名将のディフェンス対策指導もついておりますので、これによってですね、最強のポゼッションの、ディフェンスを特大ダウンさせることができるということで、まあ現状のですねザガリオ監督のディフェンスすごく硬いですよね。ディフェンス3つとも、上げていきますので、ここかなり硬いところですけども、まあ、そこをですね特大ダウンしてくれるというところです。ただもちろんこれはですね、戦術得意度戦術、得意戦術がポゼッションの選手のディフェンス能力を特大ダウンさせるというものですので、相手がザガリオだからといってセンターバックにですね違う得意戦術の選手カウンターだったりサイドだったりそういうセンターバックを置いてたらこれは発動しませんので、そこだけご注意をという感じですね。まあ、ダイヤモンドディビジョンの場合はほぼほぼそんなことはなくて、ほぼですね得意戦術で全部染めているはずなので、そういう意味ではこの名称のディフェンス対策指導はかなり効いてくるかなというふうに思います。
まあ決勝トーナメント等になってきたらあえてですね、そこをまあクーマン使って5つの牌のセンターバックにしたりとか、そういったことも出てくると思うので、まあそういった時はこれは聞いてこないということでもありますね。はいはい、ということでポチェッティーノ監督、パリサンジェルマン染めですね。これはもう普通に強いです、決勝トーナメントも強いですし、最終予選でも強いということで、まあほぼ全てのオーナーがこれに切り替えていくんじゃないかなというふうに思います。特に中央突破、今非常に微妙な状態で、ございましたので、まあそこに、しっかりと強い監督が出てきて、しっかりとこれに切り替えていく。もっと言うと、まあ今今回始まっている、日本代表のリミテッドマッチですね、日本国籍リミテッドマッチ、もうこれもですね散々準備して作ってるはずなんですよ皆様。中央突破、それ全部分解ですね、全部解体で、もう絶対ポチェッティーノに変更して皆さん戦いに挑むんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんもですね日本代表リミテッド、日本国籍リミテッドマッチ戦う方は一旦中央突破解体してポチェッティーノで作り直してみるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということであとはいつも通りのワールドツアーになっております。あ、そうだ、もしかしたら新アクセサリーどっかで出てるかもしれませんので、まあ、またもし出てたら別の動画でお話していきたいなというふうに思います。はい、でレッドブルエナジードリンクが当たるリミテッドマッチコラボレーションカップが始まりましたということでございます。レッドブルゲーミングスフィア東京ということで、東京じゃないなこれ、なんだ、小さすぎて見えない、まあいいや、はい、あ、東京か、合ってた、はい、レッドブルゲーミングスフィア東京様とのコラボレーションということですね。まあこの辺の、もらえますよというものはそれぞれ、欲しい方はチェックしていただければというふうに思います。重要なことだけお話ししますと、今回リミテッドディビジョンとフリーディビジョンに分かれていて、リミテッドディビジョンに参加した人だけがこのユニフォームを最終予選1000位以内でもらうことができますよということですね。どうですか皆さん、このユニフォーム、まあ人それぞれなんで好き嫌いはあると思います。まあ、正直言うとものすごい苦労して日本代表ゼロから作り上げてますので、日本人を、まあ、多分この戦い終わったら速攻全員売却してコインでもいいんじゃないかっていうぐらい、この大会でしか使わない日本人星号をたくさん作ってかなり苦労してたんですけど、まあ、このユニフォームデザインだったら正直僕別いらなかったかなって思っちゃいました。なんかあんまり魅力を感じないかな、なんだろう、なんかそのね、下トランクスみたいじゃないですか、普通に下着履いてるみたいな、こんなトランクスありましたよね昔。はい、ということで、まあいいでしょう、人それぞれ。はい、ということで、まあこれ気をつけていただきたいのは1日予選非常に短いです、もう1日で終わります、1日も終わりませんね、明日の2時で終わりますので、絶対今日、絶対今日、絶対今日、無理なら明日の朝回しましょう、回さないと敗退になります。で最終予選はもうすぐに明日始まりますので、まあここだけお気をつけくださいというところです。はい、ということでいいですかね。はい、予告、さあチャールズどうだ、チャールズどうだ、チャールズ終わるか。さあということで、星5、星4、星3以上スカウトのチケットラインナップ変更ですということで、6月の1日に変更、おー、チャールズがいない、あらまあ、いやー、ついに来ましたか皆様。はい、ということで6月の1日をもってチャールズはもう排出されなくなります。残念、ついに来ましたね。はい、ということですので、6月の1日のアップデートでおそらく新レジェンズ、レジェンド追加になると思われます。非常に楽しみですね、どんなレジェンドが追加されるのか非常に楽しみでございます。なんとなくマルドラドとか来そうな気はしますけども、マラドーナですね。はい、さあということで皆様、楽しみに待ちたいなというふうに思いますが、チャールズですね、このラスト1週間で手に入った方は非常にラッキーかなというふうに思います。あとはですね、やっぱ早めにチャールズゲットしてる方とかは星5チケットをずっと貯めてたりするので、やっぱりこれは本当に当たった人はすごく報われますけど、当たらない人にはなかなかっていうところはありますよね。ちょっと確率低すぎるかな運営さんとは思いますね。はいはい、ということで、続いて、さあスーパースターフェス、こちらやっていきたいんですけども、いつものように、ちょっとお時間ですので前編この辺で終わりたいかなというふうに思います。ポチェッティーノ監督間違いなく強いと思います。まあ、しっかり作ってまたこちらも解説していけたらなというふうに思ってます。はい、で後半戦スーパースターフェスの選手たち見ていきたいと思います。まあ今回も
すごい選手が、そしてすごいスキルが出ておりますので、こちらの解説も後編していきますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。ということで、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、そしてグッドボタン、そしてスーパーサンクスいただけたら今後の動画作りの励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで、それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh.